どうも、渋谷なぎさです。今日は、キャリーバッグの中身をご紹介したいと思います。なぎチャンネル。ちょうど、一泊二日の旅をしてきました。東京への旅をしてきまして、で、たまたま、その後に、YouTube の撮影があるということで、ほんまに、なんかリアルに持ってきた、適当に持ってきたものを持ってきたキャリーバッグの中身を紹介したいと思います。だからほんまに大したことは入ってないんですけど、これがリアルだというのを紹介します。はい、まずあ、じゃあまずはこうね、普通一泊でも寝るだけじゃないですか。やのになんでキャリー持ってくる、そんなキャリーいるみたいな思う方もね、いらっしゃるかもしれないんですけど、もう女子はね、とにかくね、こういう、はい、これまず化粧水とか、これがね、重たいんですよ、一番。これがあるから、リュックとかやともう凝っちゃうし、ダメだっていうこと。まあ、この中には、この、いつも使ってる、化粧水ですね。化粧水と乳液を持ってきています。これは、もう、いちいち詰め替えたりとかするのも大変なんで、もう、泊まり用の中にずっと入れてるんで、もう瓶のままですね。これ重たい。で、これ、クレンジングクリームもちゃんと持っていきます。はい。そして、あの、石鹸のやつを、あの、IKEA の、あの袋に入れて、ちょっとなんか水、朝急いでたんで、これ干してたんですけど、夜でもなんか水がまだちょっと溜まってます。 IKEA の小袋に入れてるんですけど、もうね、知らうちにこう下破れてたんですよ。これ昨日気づいて、もう最悪やということで、今日家帰ったら新しいのに入れ替えようと思ってます。でこれ石鹸、シャンプーとトリートメントはちゃんとこう詰め替え用のやつで、オージュアのやつを持っていってます。ちゃんとフィルメロ、オージュアのフィルメロ、この雪美人のピュアエッセンス、化粧水をする前につけるやつもちゃんと持っていってます。だから本当にスキンケアはもう家と全く一緒のものを使ってますね。で、これがオージュアのヘアトリートメントミルク、これも持っていってます。これがめっちゃいい香りのジョーン・マローンのイングリッシュペア&フリージアバスオイル、なんかお風呂にこう入れる入浴剤みたいな感じなんですけど、これはあのプレゼントでいただいて、めっちゃいい香りなんで、そのジョーン・マローンめっちゃ好きで、なのでこれはちょっといつもなんかホテルで特別な感じで使ってます。これはホテルでもらったやつをそのまま使ってます。よく頭が取れるカミソリ、これ絶対取れんねんの。ガシってたつくんですけど、いつも取り出すときは絶対これ頭取れてるっていう、これカミソリも一応入れてます。これがあるから重いんですよ、女子は。で、これはポンポンプリン、NMB とコラボした、かわいい。ちょうどめっちゃいいんですよ。めっちゃいいサイズで。この子と一緒に持ち歩いてます。で、引き続き、これですね、このボディクリーム。ジョンソン&ボディケアのラベンダーとカモミールの香り。これめっちゃでっかいんですけど、もうほんまにいちいちもうキャリーバッグをもうひっきりなしに使うんで、もうとりあえず入れてます。結構持つので、これはだから重いですね。これ太田ゆりちゃんのポーチの中には電気バリブラシ、これは本当に大きなお買い物でした。いいお値段。電気バリブラシも一応持ってきてます。これなんかシュシュシュってかけてやるやつ。
時間があったらやろうと思ってます。でもこれはおすすめですね。なんかちょっと大切な撮影の前とかこれ使ったりします。これはね、東京にね、なんかふらっと買い物行った時に見つけた、ベルダのボディシェイプブラシ、ボディのセルフケアにおすすめマッサージブラシ。そうなんで、このマッサージのこれでこうやってボディクリーム塗って、でこれでこうやってやったりとかしてます。これもね、結構気持ちいいです。私もうマッサージでも何でも強めが好きなんで、なんかこういうのあったら、しかもあんまりこう力入れなくてもちゃんとしっかり流れるので、これはおすすめですね。ヘアアイロン、いつでもどこでもスタイリングということで、モッツヘアのめっちゃちっちゃいヘアアイロンなんですよ。だからコンパクトですごい持ち運びが楽ちんなんで、シャキーン、ほらめっちゃ細い、わかるかなこれ、ほら、焼肉とかのトングぐらいのぐらい、あれよりも短くて使い心地いいぐらい軽いです。だからこれは本当になんかちょっとした、あ、髪の毛うねったとかそういう時にもめっちゃおすすめ。お仕事でやっていただくんで、あんまりアイロン使わないけど、でもやっぱなんかある時にっていう、こう心配性があるんで、もしなんか急に自分でやらなあかんとかなった時用に保険でこう持ち歩くのにちょうどいいですね。でも今日もこれ使いました。そしてこれやな、これ靴を入れてます。結構使い込んだ靴なんですけど、これはなぜ入れるかと言いますと、私いつもなんか朝ちょっとお散歩したりとか、なんか運動したりとかすると体にいいというのを聞いて、なのでなんか靴とかこう動きやすい靴を持って行って、で服装も動きやすい服を着て朝お散歩したりするっていう。で今日はね、こう私服はサンダルとか履いてたり、あとまあ運動靴の時もあるんですけど、ちょっとこう私服用の運動靴やったら汚れたりとかしたら嫌だなっていうことで、この使い古した一番履きやすい靴を持って行って、なんか朝履いて外行ったりします。でなのでこれですね、服もまあ寝巻き兼朝の運動用みたいな。だからこれで寝て、でそのまま朝起きてこの服で外引くっていう。これは NMB48 のナンバトルのズボン。でもあんまりわかんないでしょ、これ履いてても。わかるかな NMB って。 NMB が NMB 着てるって思わへんかな。まああとはそうですね、普通に靴下とか、まあまあまあ下着類とかメディキュットとかそんな感じですね。あとはまあ帽子とかね、帽子で日差しカットする。これもプレゼントでいただいたサコッシュ。これ運動する時とかにこれを持って行って、でなんかいろいろ携帯とかなんか大切な小物を入れるっていうやつを持ってます。このスリッパですね。なんかホテルとかで、私本当に裸足で歩けないんですよ。
だからこう持って帰ってもいいですよっていうスリッパとかあったらもう絶対持って帰っていただいて、ほんであのキャリーバッグのシュッてこう上に蓋みたいなところのシュッてチャック入れるとかあるじゃないですか、ちょっとでそこに絶対にもうスリッパは1個入れるっていう、もうどのキャリーバッグにも1個ずつちゃんと入れてます。たまにこのスリッパじゃなくてみんなが使うやつがあるんですよ、革の。それがねちょっとね苦手っていうことで。あとはマスクですね、なんかあった時を一応これも入れてます。でこれ蒸気でホットアイマスク、これもねよくねなんか差し入れとかでいただいたりとかするんで、それをなんかちょこちょこ持って帰って、でそれをこの中に入れて貯めて、こうお泊まりとか新幹線の移動中とかにつけたりとかするように持ってます。こんな感じがキャリーバッグの中身です。これがまあリアルな女子のキャリーバッグですかね。どうなんやろ、男性の方とはちょっと違うんかな。もう本当に私はもう準備がめっちゃ憂鬱で、夜に準備しなって思ったらもう何のやる気も起こらなくなるんです。もうお風呂入る気力もなくなって準備が余ってると思ったら、だから朝に早く起きて、その朝ってすごい一番気分爽快なので、その朝に準備するっていう感じです。だからいつもキャリーバッグの上にカバンを置いて、キャリーバッグをこう台車としてね使ってます。まあ、みんなそうするか知らないですけどこれが渋谷なぎさの2022年6月10日のキャリーバッグの中身です。これがまた来年とかね、来月でもまた中身は変わってくるかもしれないので、ちょっとまた変わった中身があれば皆さんにご紹介したいと思いますということで、以上キャリーバッグの中身でした。私もこれ持ってるよみたいなそれやったら、これ持ってるよっていう人、グッドボタンって言ったけどグッドボタン少なくなるかもしれないですね範囲が狭まるからな。あ、こんな中身持ってたんだ、知らなかったって思った方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。